いつもこのジュゴンゲームチャンネルをご視聴、コメント、高評価で応援していただきありがとうございます。そんなこのチャンネルから重大なお知らせです。今回の動画を出すにあたり、今思うことを話しています。ただうまくまとまるかはわかりません。すいません。単刀直入に言うと、長らく扱ってきたリーグ関連の動画、完全にやめることにしました。もしリーク動画でこのチャンネルを知った方、リークしか見ていないという方、申し訳ありません。これからはリークなしで運用していくことになります。また X を見てこの動画にたどり着いた方いるかもしれません。私の X と SNS では、ここ数年一切リークに関する投稿はしておりませんけど、そちらは引き続きですが、今回 YouTube の投稿でもリークを完全にやめますというお話です。興味あればぜひ聞いてください。まずそもそもなぜリーク動画を扱うことになったのか、そこから話していきます。どうしても影響力が欲しくなった。確かに実力があれば影響力すぐついてくるかもしれないけど、そこそこの実力でどう影響力を持てるのか、そんな時に行き着いたのがリーク動画。いくら動画出しても鳴かず飛ばす、あまり人を引きつけるだけのコンテンツ作り出せませんでした。今考えても影響力つけて何がしたかったのか、その答え見つかりません。なんとなくウィーレのインフルエンサーみたいなポジションになりたかったんだと思います。時は数年前、ウィーレ2018-2019かな、クラブセレクションが始まった時、月曜日のガチャはこれ来るらしいよというとある方の動画で初めてリークに触れました。私自身最初飛びつかなかった記憶なんですが、へえそんなん来るんだと思っていたぐらいです。その中でも自分のできることをやろうと思って独自の動画を作ってました。 CS 予想を始めたり、週間 FP 予想を始めたり、脳内の記憶だけで通常変化まとめたり、そんなことしてました。そうこうしているうちにリーク内容がうちのチャンネルでもすっかり当たり前になって、さらには週刊 FP のリークがされるようになって、週刊 FP の予想をしていた私への興味関心薄まっていきました。そして気がつけば8つくらいのチャンネルがリークを扱い始めていた。それを見てやらねば遅れる、そう思ったのがきっかけ。リークがどういうものでどう影響あるのか、その点はあんまり考えていませんでした。その後ウィーレ2020か2021か、例の某有名なチャンネルの方がリークについての動画を出します。それ見ました。私はハッとしました。なんとなくで始めて、なんとなくやってたから。それを聞いてどうするか迷っていたところ、その時同じくリーク動画を出していた方に聞いた、これからリーク動画どうします、やめますみたいな会話を DM でやり取りして、ああ、あの人もやめんのか、じゃあ私もやめようかなって思ってやめました。この時点でみんな私はやめると思ってました。確かにそこで大半の人を辞めたんですが、続けたチャンネルが何個かありました。それを見て私は、しばらくの間リーク動画やめていましたが、たかが外れ、気づいたら再開していました。あの人がやっているから別に良くないって言い訳を探して、そんなこんながあって今に至ります。今回辞めると思ったきっかけ、実は今回の騒動動画っていうのがきっかけではありません。一つの後押しになったのは間違いないですが、もともとここ1年近く、特に直近3ヶ月、eFootballが大型アップデートで、まあ、2025とは今言いませんけど、その大型アップデート前後くらいから深くリーグ動画やめるかどうか考えてました。いろいろ思うところはありました。そもそも私毎日動画更新しているんですけど、毎日動画出すの結構きつい。ただ、まあ、ネタに困ることはありません。ネタは何かしら見つかります。 eFoot2022、 あの何もなかった開幕までの半年、その中でもネタ探して動画上げてってやってたのはたった数チャンネル、多分3つです。ただ私の出したい動画、作るってなったら時間がかかる。一つの動画を作るのに、まあ例えば週刊 FP の予想ならば、選手調べてリストアップしてハイライトチェックして加工画像作って撮影編集もろもろしてたら6時間以上は優にかかります。私仕事別でやっているんですけど、削って削ってその時間を作ってる。この前の現役ビッグタイム予想、まあ、2週間で時間見つけて調べて、合計すると丸1日くらいはかかってます。ユニフォーム動画はまとめました。すべてチェックしてまとめて削って地味な作業、合計7時間ほどかかってます。っていう風に動画作成には、下準備も含めればかなり時間かかります。準備して作り上げて一息つくどころか、また準備しないと動画作りが間に合わない。体調を崩すことだってある。ただリーク動画1本撮るのに下準備もほぼいらない。原稿台本いらない。フル制作2時間ぐらいでいけます。週7日のうち1本楽にできると思った。それが私がリーグ動画をやっていた理由です。仕事して YouTube 編集、撮影、下準備もろもろやって、eFootを実際にプレイする時間が取れない。時間が選べなくなっていきました。そんな楽だと思っていたことをなぜやめるのか。私とあるチャンネルが好きで、そのチャンネルよく見ていたんですが、
そのチャンネルでとあるコラボをやっていて、その動画で言っていたのが、まあ、TikTok に動画を流して宣伝し YouTube に引っ張ってくるみたいなことを話していて、これだと。リーク動画から私の入念に調べ尽くした動画へ引っ張ればいいんだと思ってやってみたんですが、効果はありませんでした。まあ一応効果があった部分も多少あったかもしれない。ただ目に見えてなんか変わったってことはなかったです。そう、大半のリーク見てる人、リークにしか興味ありません。こいつリークまた出すだろうし、一応登録しとか、そんなスタンスです。数時間、丸一日かかった動画、見向きもされません。ずっとこういう流れを感じながらやってきました。リークという桁違いの火力、見誤ってました。そして話は変わって、もう一つ、やめようと思った理由が、とあるチャンネルでライブ配信でスパチャをしたことがあったんですけど、そのチャンネルのコメ欄で、こいつリークしてる人じゃんって言ってる人がいました。まあ確かに私リーク動画出してるんですが、あたかもリークだけしか出していないようなことが言われ、数時間、丸一日かけた動画たくさんあるし、なんならリーク動画よりも圧倒的に数多いし、再生もある程度されているのに、リークの人って言われる悔しさ。結局リークを出していると、世間からはリークの人って思われるんだなって知った時に、このままリークを扱うと、リークの人って一生止まるなって思い始めました。確かに影響力が欲しいなって思って始めたリーク動画ですけど、変な影響を与えているだけになってるんじゃないかなと思った時、引っかかりを感じました。これらが主な理由です。私がリーク動画やめても見るとこで困る人多分いません。どっかで見れます。見るのが悪とかどうか好きにしていただければいいと思います。私は故意に SNS で拡散したり、もう数年前からやってませんし、動画も基本サムネにモザイク入れてたかと思います。ただリークはこのチャンネルからもう流れません。リークで知ったというそんな方には申し訳ないです。今の時代リークに目も触れず無理、どうあがこうと目には入ります。ただ自分からは見に行かないと思います。動画を出す関係で今まで結構見に行ってたけど、もう必要ないんで進んでは見ないと思います。まあ私は見ても楽しみが半減するとは思わない派です。でも見には行きません。これは多分コメントで聞かれると思うんで、ここに置いときます。一応動画のコメント全て毎動画見てます。反応も人一倍早いです。いいねもしたり、半分以上は返信も返してます。ただ今後の動画で、まあ、リークに関するコメント、例えば〇〇来ますねとか、来週のやつと今来てるやつどっちがいいですかとか、などに対しての回答を今後多分できません。必要であれば人の目に触れない DM へ。やることは可能なので DM へお越しください。リーク動画出してたからこそ分かることがあります。リーク動画出してる人、他もやってる人いるし大丈夫、仲間がいれば安心材料になったりして、グレーだと分かっていてもやめられないし止まらない、いつしか日常化します。私もそうでした。コナミの収益に私の動画が影響を及ぼしていたかもしれない。それは分かりません。ただ少なからずグレーなことをやっていたのは事実。すみませんでした。もし誰か配信者でコナミに何か訴えられることがあるような、そんなことがあれば、私も同じ罰受けようと思います。一応今までに出してきたリーク系動画削除しました。見逃してるものあるかもしれません。都度見つけたら消しておきます。さあ今後の活動ですが、毎週出してきたこれ系の動画とか、アップデートごとにまとめていたこれ系は完全に出なくなります。その他今まで作ってきたリーク以外の動画、ちゃんと調べたりアンケート取ったりよく考えて企画して出した動画、それを軸にやっていくだけ、それは変わらずに。プラスちょっと今までの足りなかった部分っていうのをもう一つ工夫重ねて、まあリーク以外でやっていける、それくらいの動画は出してきたつもりなので、それで頑張るだけです。それでダメなら、おわこになるなら仕方ない。とっとと YouTube 廃業して本業に専念するだけです。1年後どう結果が出るか、潰れるか持ちこたえるか、もう少し自分のやってきたことリーク以外信じてやっていこうかなんては思ってます。応援していただける方、これからもよろしくお願いします。日頃の高評価、温かいコメント励みになります。最後になりました。今回この決断ができたこと、今回の騒動は私の背中を押す一つの後押し材料になりました。動画を出されていた方、ありがとうございました。以上です。